スターズはライオンズゲートエンターテイメントが所有するアメリカのプレミアムケーブル及び衛星テレビネットワーク。スターズの番組は劇場で公開された映画と初回放送のオリジナルテレビシリーズで構成されている。1994年にアンコールの多重放送サービスとして誕生したスターズは6つの24時間のリニア多重放送チャンネル。 従来の定額制ビデオ、オンデマンドサービス、そして名前の由来となった、オーバーザトップのストリーミングプラットフォームを運営しており、スターズのリニアテレビ加入者向けのどこでもテレビサービスとして機能するとともに、ストリーミングのみの消費者にも直接販売されている。スターズは、リバティエンターテイメント参加のスターズエンターテイメント、LLC が運営している。 ライバル局の HBO ショータイムと比べて、進行勢力だが、短期間で肩を並べるまでに成長し、アメリカの主要、ケーブルテレビ局となった。スパルタカス・アウトランダー・ダヴィンチズ・デーモン、ブラック・セールズ・統制人向きの歴史ドラマを、得意としている。スターズ・エンターテイメントは、スターズの他に、プレミアチャンネルのアンコール、ムービープレックス、 定額制ストリーミングサービススターズプレイも運営している。2015年末の加入世帯はスターズが3100万世帯、アンコールが3900万世帯。スターズは1994年の開局時にはユニバーサル映画の新作を独占放送した。現在はウォルトディズニースタジオ、ソニーピクチャーズエンタテインメントと優先契約を結んでいる。 また、スターズエンターテイメントが運営する5つのチャンネルで、日本のアニメが放送されており、カートゥーンネットワークと並んで、日本のアニメがよく放送されている。なお、2006年には、持ち株会社、スターズ、LLC を設立、スターズエンターテイメントはその子会社となっている。スターズ、LLC の子会社には、リバティメディアが2006年に糸コーポレーションから、 買収した、スターズメディアなどがある。2006年秋に設立した、映画スタジオオーバーチュアフィルムズなどがある。スターズプレイは、スターズのオリジナル番組や長編映画を配信する、定額制ストリーミングサービスである。前身は、2008年からネットフリックスと、提携していた事業で、現在のスターズプレイは2012年にスタートしている。2011年9月1日。 スターズは2012年2月28日に終了するネットフリックスとのストリーミング契約を更新しないことを発表した。ネットフリックスとの契約が終了するとスターズが放送権を持つ映像コンテンツはオンラインで視聴できなくなるためスターズは新たなストリーミングサービスをスタートさせることになる。スターズプレイのアプリは2012年10月9日に iPad, iPhone, iPod Touch 向けに2013年5月7日に Android 端末向けにリリースさた。スターズプレイは米国外にローカライズされた初のスターズブランドのサービスで中東及び北アフリカ地域の17カ国ではネットフリックスよりも先にローンチした。スターズプレイは国ごとにサービスの提供形態が異なる。フランスではオレンジ、 メキシコではイジー及びトータルプレイ、スペインではオレンジ及びボーダホン、イギリスではバージンメディア、インドではライオンズゲートプレイ、カナダではベルメディアと提携してスターズプレイサービスを提供している。日本のスターズプレイは2020年4月にアップル TV のアップル TV チャンネルの一つとしてローンチした。これはフランス、ドイツ、イタリア、スペイン。 イギリス、アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、メキシコなどからちょうど1年遅れてのスタートだった。日本のスターズプレイは Apple TV 以内のサービスとなるが、Apple TV への加入は不要である。対応デバイスは Mac や iPhone などの Apple 製品のほかストリーミング対応のテレビ、Amazon Fire TV のアプリなどでも視聴可能である。 2020年12月17日、Amazon プライムビデオの新たなチャンネルとして、スターズプレイが追加された。Amazon プライムに加入し、別途スターズプレイの料金を払えば視聴することができるようになった。日本のスターズプレイでは、海外で利用されているスターズプレイ専用アプリなどは利用できない。また、アメリカのフールにて制作されたものの、 配信権の都合上、日本の同サービスでは配信されなかった一部のオリジナル作品も配信している。以下は日本語字幕、吹き替え版が制作されているタイトル。ありがとうございます。